西添田駅は、福岡県田川郡添田町大和座省にある、九州旅客鉄道北彦山線の駅。かつては、小貨物駅までの貨物支線が分岐していた。駅舎端式ホーム一面一線を有する地上駅。かつては、島式ホーム一面二線であった。開業当初からの重厚な木造駅舎が、JR 九州に遺憾後も残っていたが、 その後取り壊され円筒形の入り口を持つ駅舎が建てられた。駅舎には喫茶店が入っていたが閉店。後に福祉作業所が入居し2017年8月時点においても使用しているが切符などは取り扱っていない。国鉄時代に無人駅となっている。かつては石炭の積み出しを行っていたが現在駅にはその名残はほとんどない。 ソエダ城の中心地は、駅南側から隣駅となる、ソエダ駅の間に広がっている。駅東側は、炭鉱閉山後も長らくボタ山が残されていたが、現在は造成開発され、住宅やスーパーマーケット、公共の文化、スポーツ施設が立ち並ぶ、新市街を形成している。ABCDEFGHIJKL、週刊 JR 全駅、全車両基地第0七号。 朝日新聞出版2012年9月23日26ページ鉄林 P65AB ゆげしのぶ福岡県 JR 全域足処房1993年10月15日214から215ページ,ジ ISBN47 億5120万5293鉄林 P181AB ゆげしのぶ 福岡鉄道風土記足処房1999年1月16日。167から168ページ。ISBN 47億5120万7334。九州の鉄道100年記念史鉄林のとどろき九州。鉄道100年祭実行委員会。百年史。編纂部会。九州旅客鉄道。1988年。初版。 ありがとうございます。